皆さんは資産運用をされているでしょうか資産運用はすべきなのかどうなのかここについて皆さんと一緒に学習をしていこうと思います。例えば、原油の高騰、それから為替の変動というものはよくニュースでもやっているので皆さんもお馴染みかなというふうに思いますが、こういったことの要因によって原料が高くなったり、 消費税の増税などによって物の値段が上がったりすると、これまでと同じ値段で商品やサービスが購入できなくなってしまいます。例えば今まで1000円で買えたものが、時間が経つにつれて値上がりし、1年後には1100円になっていたというようなこともあると思います。 こういった物の,の値段が上がり続けるということについては前のところでも学習していますがインフレと言うんだよというお話をしたと思います。ここでもう一度インフレとデフレについて簡単におさらいをしようと思いますが、この吹き出しに書いてある通りインフレになると現金の資産価値というのは目減りするんですよということですね。それについて少し復習をしていこうと思います。 インフレとデフレです。インフレというのはインフレーションの略語ということで一般的にインフレ、インフレというふうに呼んでいると思います。そしてデフレの方はデフレーションの略称でデフレという言葉が一般的に通用しているかなというふうに思います。インフレとは物が継続的に上がってそして貨幣価値が下がっていく状態。 ポイントは継続的に物の値段が上がっていくというのがインフレですよということですね。そしてデフレというものは物の値段が継続的に下がっている状態。つまり貨幣価値が上がっていくというようなイメージができると思います。まあ下のところにイメージの図を書いてありますが、例えば1個100円のリンゴ。これが130円になり、150円になり、 180円、200円というふうに上がっていったというふうな状態になったとき、これがまあインフレのイメージ。そして物の値段が下がるとき、まあ、100円だったものが90円、80円、70円、50円。これは例ですが、例えばこのように同じものの値段、またはサービスというものの価格が下がり続ける状態。これをデフレーションと呼ぶ。上がっていく状態をインフレーションと呼ぶんだよと。 ということですねなぜ貨幣価値がインフレでは下がるかデフレでは上がるかというところですが当然今までと同じ値段で買えなくなるインフレの状態ですね買えなくなるまたデフレの場合は今までよりも安く物が買えるつまり100円の価値がデフレの場合は上がるしインフレの場合は下がってしまうそういう意味がこちらの貨幣価値が上がったり下がったりという状態になるということになります。